俺の名前は高橋亮太。中小企業の営業部で働くサラリーマンだ。亮太さん、お疲れ様です。一緒にお昼行きましょう。この人は、妻のナナ。俺より2年後に入社してきた後輩で、経理部で働いている。ほっとりした性格で、柔らかな物腰。それでいて、仕事はテキパキとこなし。人に対しても親切なものだから、社内でも彼女は男女問わず人気者だ。そんな彼女の夫になれた自分は、本当に幸せ者だと思う。結婚したのは去年だが、夫婦になっても、未だに敬語が抜けないところとか、社内では俺を上司として扱ってくれるところとか、奥ゆかしくて愛おしい。お昼、お先に失礼します。はいはい。旦那とイチャイチャしすぎて、遅れないでね。忙しいんだから。わかりました。なるべく早く戻りますね。同じ経理部の加藤舞子さん。妻とは対照的で気が強く、新人には恐れられている社員だ。彼女はナナと同期の子だが、妻は誰に対しても基本的に敬語を使うらしい。うわ、何あれ、幸せアピールうざ。俺たちがオフィスを出る直前、加藤さんの大きめな嫌味が聞こえたが、ナナの手前、波風を立てるのもどうかと思い、聞こえないふりをした。ナナ、一緒にお昼食べれるのは俺も嬉しいけど、同じ部署の社員にいろいろ言われてないか？たまには友達と一緒に行ってもいいんだよ。付き合いは大事だし。私、りょうたさんと一緒にいる時間が好きなんです。でも、りょうたさんが迷惑なら控えます。いや、決して迷惑なんかじゃ。今は繁忙期でみんな忙しくしてて、なかなか同じタイミングで休憩も取れないし。確かに、俺も自分のデスクで簡単に済ませちゃう時も多いし、外回りや接待も毎日だしな。そう考えると、こうしてナナと食事ができる時間の方が短い。そう思い直した。昼だけでなく、夕食も別の日が続いていたし。忙しいから仕方ないとは思ってるけど、やっぱりちょっと寂しくて。ナナは少し恥ずかしそうにうつむきながらそう言った。ちゃんと自分の思いを伝えてくれるところも彼女のいいところだ。そうだ、月末には忙しいのも落ち着くだろうから、その日は仕事が終わったらどこかで外食しない？久しぶりに居酒屋にでも入って飲んで帰ろう。そう提案してみると、ナナの顔がパッと明るくなった。やった！じゃあその日は思いっきりおしゃれしていきます。一緒に暮らしているのだからと、夫婦になってからデートなんて一度もしていない。子供のように喜んでいる彼女を見たら、こちらも嬉しくなった。おかげで1週間、容赦なく舞い込んでくる仕事にも耐え切ることができたのだ。そして迎えた月末。その日はちょうど金曜日で、他の社員も飲んで帰るという人が多かった。りょうたさん、舞子さんがおすすめの居酒屋があるって教えてくれました。最近オープンしたばかりらしくて、おしゃれなところらしいですよ。予約もしてくれました。じゃあそこへ行ってみようか。先週話していた通り、綺麗に着飾ったナナと一緒に加藤さんに勧められたという店に向かう。人通りの多い繁華街からは少し離れた閑静な場所にあるようだ。隠れ家的なお店なのだろうか。ここですね。洒落た感じのお店だな。店名を確認し、中に入ってみると、こじんまりとしているが、洗練された内装で、ちょうど女子会なんかで使われそうな、そんな雰囲気だった。カウンターのスペースは狭く、いくつかの個室が並んでいる。私、こういう居酒屋って初めてです。そうなの？てっきり友達とよく行くのかと。普段はほら、おしゃれなお店って言ったら、ランチばっかりだから。
そう話すナナはなぜか焦った様子だった。まだ恋人だった時、二人でたまに入った居酒屋はどちらかといえば中年が好んで行くような店ばかりだった。俺に合わせてくれていたのかと思ったが、ナナもこういった場所は初めてだというのは意外だ。すみません、予約した高橋です。ナナが呼びかけると、店の奥から大将と思わしき人が顔を出した。俺と同い年くらいの見た目をしているが、明るい頭髪に鼻と口にはピアス、かなり派手な男性だった。あまり愛想がいいとは言えなかったが、見たところ従業員は彼を含めて 2、3人。個室からはお客の声も聞こえていたので、忙しいのだろうと思い大して気にも留めなかった。どんなのがあるか楽しみです。ナナはウキウキしながらメニュー表を眺め、甘いカクテルや甘いカクテルを吟味している。俺も生ビールと料理を何点か注文したが、正直物足りなかった。酒や料理は見た目は綺麗だが、味に関しては普通の息を出ない。ナナはニコニコしながら堪能しているようだったが、女性にはこういうのがおしゃれとして受けるのだろうか。とはいえ、久しぶりにナナと夕食を共にできたのは嬉しかった。ゆっくりおしゃべりをしながら、注文した品は1時間ほどで食べ尽くした。俺はそろそろ満足だけど、ナナ、まだ食べたかったら頼んでいいよ。いいえ、私も満足です。お会計しましょうか。この店はテーブルで会計するとのこと。店員を呼び出し、伝票を出してもらったのだが、え、こんなに？嘘だろ？伝票の数字を見て、一瞬自分の目がおかしくなったのかと思った。18万円って、いくらなんでも高すぎだろう。何かの間違いでは、と店員に聞いてみたが、確かにこの値段だという。もう一度伝票に目を通し、何にどれだけお金がかかっているのかを確認した。ん？この飲み放題って、俺たち頼んでいませんよね。それにこの週末料金とか、奉仕料って、何の説明も受けていませんけど、伝票の中には、俺たちが頼んだ覚えのないものや、説明を受けていない追加料金が発生していることが記載されていたのだ。ちゃんと説明してください。その上でもう一度伝票を打ち直してもらえませんか？俺がそう言うと、あろうことか、店員はめんどくさそうにため息をつき、金払わないってこと？と、喧嘩越しに聞いてきた。払わないということではなく、ちゃんと説明してほしいと言ってるんです。店員は俺の言葉に返事をせず、店の奥へと消えていった。数秒しないうちに眉間にシワを寄せた大将がずんずんとこちらに近づいてくる。そしてこちらが何も言わないうちに、お客さん、食い逃げはいけませんよと言い放った。いや、ですから料金の詳細をお尋ねしているだけでしょう。俺たちは席だけ予約したんです。飲み放題は頼んでいないし、週末料金の説明もありませんでしたよ。ナナが近くにいる手前、なんとか穏便に話をしたいところだったが、大将は終始イライラしている様子で、どうやらそれは叶わないらしい。しまいには大将は語気を強めて、とんでもないことを言い出した。いいから、18万円払えや。あんまりごねるようなら、ケツ持ちのヤクザ呼ぶぞ。は？ヤクザ？突然出てきた物騒な単語に、俺は思わず固まってしまった。ふと入り口の方を見ると、店員に紛れて複数の柄の悪そうな男たちがこちらを睨んでいる。いつの間にか他の個室から客の声もしなくなっていた。あれ？高橋さんじゃないですか？え、加藤さん？入り口付近のカウンター席からひょこっと見覚えのある女性が顔を出した。舞子さん。ナナちゃん、どう？このお店、お酒も料理も結構美味しかったでしょ？はあ。
加藤さん、どうしてここに？え？だって、このお店の大将、私の彼氏ですもん。今日は花金ですから、私も彼氏に会いたくなって。彼女は、俺たちにこの店を勧めた張本人。今まさに、その彼氏と揉めているとは言いづらい。ところで、高橋さんたち、まさか料金踏み倒そうとしてます？え、いや、そんなんじゃ。やめといた方がいいですよ。彼氏が言ってること、本当ですから。何が？この店が、ヤクザと繋がってるってこと。加藤さんは、せせら笑いを浮かべながらそう言った。私の彼氏、ヤクザの組員なんですよ。私には優しいんですけどね。そんな、君はそんな、危ない人のいる店を、ナナに勧めたのか？ちゃんとお金を払ういいお客さんにも、優しいですよ。加藤さんは、困惑する俺をニヤニヤしながら見ている。彼女がナナを、何かと目の敵にしていたのは、なんとなく知っていた。女性同士の人間関係については詳しくないが、こんな騙し討ちみたいなことまでするとは。ナナ、先ほどから、ナナは俺の後ろで何も言わずにうつむいている。ヤクザと聞いて、相当怖がっているのだろう。ナナ、先に帰ってな。ここは俺が払うから。言いかけたその時、ナナはいきなり顔を上げると、俺の前に出て大将を見つめた。失礼ですが、どちらのヤクザさんですか？はあ？ナナのあまりに唐突な問いかけに、変な声が漏れたのは、俺も同じだった。え、知りませんか？なんとか組とか、何々恋とか、ヤクザさんには名前があるでしょ？おい、ナナ、お前、いきなり何を？あ、ですね。もし、そのヤクザさんの偉い方とお話しさせてもらえば、ちゃんとした説明が聞けるんじゃないかな、と。ナナは、どういう腹積もりかは全くわからないが、なぜか俺から目をそらしている。まさか、この場を収めようとしている？このお店のケツ持ち、じゃなくて、オーナーさんはどこの組のヤクザさんですか？あんた、自分が何言ってるかわかってんの？本気でヤクザと話ができると思ってんの？ち、めんどくせえ女だな。え？あ、いえいえ、とりあえず、ヤクザさんの組の名前、教えてくれませんか？お話しさせてもらいたいんです。なんだか、一瞬だけ雰囲気が変わった気がしたが、大将に対して、丁寧に言葉をかける彼女はいつものナナだ。大将は少し戸惑った様子だったが、静かに、梅花組だよ、と答えた。梅花組は、この辺りの夜の店のほとんどを牛耳る組織よ。言っとくけど、ハッタリじゃないわよ。ああ、そうですか。ナナは静かに目を細め、怯えもせずに、いつものにこやかな笑顔で言ったのだ。わかりました。では、組長さんと若頭さんを呼んでください。私から説明させてもらいますね。え？ナナ以外の全員が目を見開いて驚く。ナナ、やめよう。ここは俺が払うから、そんなことをしなくていいって。大丈夫です。二人が来たら、リョータさんは外で待っててください。私一人でもどうにかできますよ。あんた正気？わかってるの？ヤクザよ。それに組長と若頭って。いくら世間知らずでも、それくらいやばいってわかるでしょ？うるせえな。え？穏やかな笑顔を貼り付けたまま、ナナの口からドスの効いた声が漏れた。さっきは聞き逃したが、今度は間違いない。今、リョータさんと喋ってんだよ。横でギャーギャー騒ぐんじゃねえ。あ、もうダメだ。そう言ってナナは、綺麗にセットした髪をかき上げた。おめえのせいでリョータさんにドン引きされちまったじゃねえか。せっかく今まで、いい奥さんでいられるように頑張ってきたのに。
ブツブツと不機嫌そうにつぶやくナナは、もういつもの彼女ではなかった。怒っていながら、どこか物悲しげに携帯を取り出し、誰かに電話をし始める。もしもし、兄さん、そう、私、ナナ。今ちょっと時間ある？なんか、梅花組の組員だっていう居酒屋の店員から因縁つけられてて、でも、向こうの言うこともなんかおかしくてさ、え？ここ？二丁目のルナビスタって名前。あ、今近くで飲んでる？父さんも？そっか、じゃ、悪いけどすぐ来て。電話を切ると、ナナは大将と加藤さんに向き直った。自分で呼んだから、組長と若頭。もう一回確認するけど、大将さん、あんた本当に、梅花組の組員か？何言ってんのよ。当たり前でしょ？私の彼氏はヤクザで強いんだから。お前には聞いてねえよ。黙ってろよ。大体な、本当に梅花組の組員なら、私を知らないわけねえだろ？俺は何も言えないまま、その場に立ち尽くすしかなかった。そうこうしているうちに、店の外がにわかに騒がしくなり始める。どうやら大きな車が止まったようだ。店の扉が開いた音がしたかと思えば、先ほど入り口でこちらの様子を伺っていた店員たちが小さく悲鳴を上げてうろたえている。え、なんだ、あの人たち。俺たちのいる方へとずんずん向かってくる男性客たちは、見るからに一般人ではない風貌をしていた。中でもひときわ目立っているのは、袴姿の男性。服の上からでも屈強であることがわかる体つき、周りを一瞬で威圧する眼光。この人が組長で間違いないだろう。ナナ、久しぶりだな。たまに連絡よこしたと思ったら、一体何の騒ぎだ。ごめん、父さん。実は亮太さんと飲んでたんだけど、金額がおかしくて、説明してって言ってもちゃんと話してくれなくて、払わないならケツ持ちしてる梅花組を呼ぶって言うから。おお、と、父さん、ナナ、この人たちは。俺がようやく口を開くと、ナナは我に返ったようで、気まずそうに俺を見つめ返した。君が亮太くんだね。はじめまして。私は梅田正義、ナナの父親だ。はあ、はじめまして。でも本当にナナさんのお父様ですか？その彼女から家族はいないと聞いていたものですから。それについては後からちゃんと話そう。その前にこちらさんと話をつけるから。そう言ってナナのお父さんは大将に向き直った。父さん、こいつ組に在籍してる？私知らないんだけど、新入り？さあ、知らねえな。俺は組員は全員記憶しているが、お前さん、いつうちに入った？ちょっと、あなたたち何？この人は、あんたんとこの組員なんでしょ？知らないはずないでしょ？加藤さんは相当焦っているようで、何度も大将に、そうよね、ねっと聞いている。彼女もまさかの展開にパニックになっているのだろう。俺と同じで。お前、本当に話の腰折るの好きだな。だから会社で嫌われるんだよ。なんですって？今、うちの父さんはお前の彼氏と話してんだろ？残念だが、うちの組にあんたの彼氏はいない。それに、この店は新しいみたいだが、ケツ持ちした覚えもねえ。つまりはお前さん、うちの組の名を語ったわけか？大将は目を泳がせ、ガタガタと震えていた。どうやら、梅花組がこの店のバックについているという話は嘘だったらしい。そうすると、ヤクザの名前を勝手に使って不当なお金儲けをしていたのは、もしかすると、相当まずいのでは。ここじゃ答えられねえか。それならうちの事務所に行こうか。私はもう少し娘と話がしたいから。あんたのことは若旦那に任せるからよ。
正義さんが同行していた男たちに目配せすると、彼らは固まってしまった大将を引きずって店から出て行った。この辺はきちんと管理してたつもりだったんだがな、ちょっと目を離した隙に変なのが湧いたもんだ。後先考えずにヤクザを語る男に引っかかるとは。お嬢さん、あんたも気の毒にな。正義さんはそう言って加藤さんに同情の目を向ける。彼女の様子から察するに、加藤さんも彼氏に嘘をつかれていたようだ。自分の彼氏は強いのだと思い込み、気に入らない同僚とその旦那を貶めてやるはずが、まさかこんなことになるなんて想像してなかっただろう。いつもナナと仲良くしてくれてありがとな。娘から話は聞いてるよ。ここに誘ったのあんたなんだろう。こう言われた瞬間、加藤さんの顔が曇ったのを俺は見逃さなかった。彼女も事務所に連れて行かれてしまうのか。ご覧の通り、うちはちょっとばかし複雑でよ。だが一応これでも娘は片木さんに馴染めるように頑張ってんだ。至らないことも多いかもしれんが、多めに見てやってくれや。俺の想像とは裏腹に、正義さんは加藤さんには優しかった。やばい報復を受けなくて安心したが、加藤さんはわなわなと震えている。何よ、私がバカみたいじゃない。そりゃそうだ。自分より格下だと思っていた相手が本物のヤクザ関係者で、その上哀れみの目まで向けられては、彼女のプライドはズタズタだろう。バカみたいじゃなくて実際バカだろ。強そうな奴の後ろでいきり散らすことしかできない。だっせ女。おいナナ、お前も大概にしろ。だって元はといえばこいつのせいで亮太さんまで危ない目に。片木さんの前ではちゃんとしろ。母さんからも教わったはずだ。それに強そうな奴の後ろでいきり散らしてるのは今のお前も同じだぞ。なんで私とこいつが同じなの？自分でどうにもできないから俺たちを呼んだんだろう。そのお嬢さんを責める前にきちんと調べもしねえで。のこのこ店に来た。自分の浅はかさを顧みろ。正義さんに一喝されたナナはぐっと口をつぐみ、目には涙を浮かべた。それは、でも、リョータさんを守りたくて。今さら塩らしい態度取るのやめなさいよ。正義さんがナナを叱りつけたと見るや、加藤さんは鬼の首を取ったかのように強気な態度に出始めた。あんた、会社じゃか弱いふりしてうまく打ち解けてたみたいだけど、本当はヤクザとつながってるとんでもない女だったのね。こんなことみんなが知ったらどう思うかしら。お前じゃなくて舞子さん、それはどういうこと？うわ、しらじらしい。舞子さんだってさっきまでお前だのこいつだの汚い言葉遣いだったくせに。さっきまで正義さんたちにビビり散らしていたくせに急に元気になったな。だが確かに奈々にとっては自分の素性を知られてしまったことはかなりの痛手だろう。会社で加藤さんに変な噂を流されたら、奈々が今まで努力して築き上げてきたものが壊れてしまう。高橋さん、あなたも奈々のおとなしくて可愛いところに惚れたんでしょ？身内にヤクザがいるなんて幻滅よね。しかもずっと隠してたわけでしょ？それってもはや詐欺じゃん。ここぞとばかりに加藤さんは言いたい放題だった。奈々も正義さんもこれに関しては何も言えないようで、歯がゆそうな表情を浮かべている。亮太君、言い訳をするつもりはない。一年も何も伝えなかったことは本当に申し訳なかった。だがそうするように奈々に言って聞かせてたのは私の方なんだ。え？うちは普通とは違う。娘もその影響を少なからず受けてる。だがこいつはそれで子供の時から何かと人間関係がうまくいかなくてな。家業のせいで友達も恋人も離れていっちまうんだ。
一時期それですっかりぐれちまった時もあったしな。父さん、やめてよ。あれは私が好きでしたことで。お前は黙ってろ。これは俺の気持ちの話だ。跡取りには息子がいるもんだから。ナナにはなるべく片木さんと同じように生きてほしかった。だから君に黙ってたのは俺のわがままなんだ。どうかナナを責めないでやってくれないか。この通りだ。そう言って正義さんはなんと俺に深々と頭を下げ始めたのだ。リオタさん、私もごめんなさい。騙すつもりはなかったんです。私、普通の女の人になりたくて。でもそんなの言い訳ですよね。化けの皮が剥がれちゃったってわけ。もう会社にはいられないかもね。かわいそう。勝利を確信したかのように加藤さんは余裕の表情を浮かべている。ああ、彼氏が連れてかれちゃってヒヤヒヤしたけど、面白いこと知っちゃった。ところでさ、昔グレてたって何？不良だったの？あ、もしかして、レディースの番長とか？あははは、さすがにそれはないか。ちょ、なんで知って、あ！あからさまにしまったという表情を浮かべて、慌てて口を押さえるナナ。今まで隠し通せていたことがどんどん暴かれてしまって焦っているのか。非常にわかりやすい。え、マジ？レディースの番長なの？加藤さんも冗談で言ったつもりのようだった。そうね。みんなには黙っててあげてもいいわよ。今すぐに彼氏を連れ戻して。謝って18万円、耳を揃えて払えば。は？それは、だから飲み代に関しては説明がなきゃ払わないって言ったでしょ。なんか勘違いしてるみたいだけど、よく考えなさいよ。あんた、私の彼氏がやったことと全く同じことを仕返しただけよ。え？確かに彼氏はヤクザの名前を勝手に使って荒稼ぎしてたみたいだけど、パパの力で人をねじ伏せて払うものを払わずに済まそうとしてる今のあんた、本質は何も変わらないと思うわよ。だからそうじゃなくて、私たちはきちんと代金の詳細を説明してもらえれば正当な額でお支払いするって言ったの。だいたいヤクザを呼ぶって先に言ったのはあなたの彼氏でしょ。あっそ、嫌ならいいのよ。別に週明け楽しみにしててくれれば。みんなどんな顔するかしらね。ナナは苦虫を噛みつぶしたような顔をして加藤さんを睨みつけた。そしてナナが顔を歪ませるほど加藤さんは笑顔になっていく。選びなさいよ。私の彼氏に謝って飲み代を払うか、週明けから無職になって旦那に結婚詐欺で訴えられて捨てられるか。すごくかっこいいです。は？俺は満面の笑みでそう言い放った。この局面には似つかわしくない返答だろうが、これはやけになっているわけでも痩せ我慢でも何でもない紛れもない本心だった。ナナさんのお父さん、改めてお願いします。引き続き僕をナナさんの夫でいさせてください。リョータさん？ナナだけでなく正義さんも加藤さんも思いもよらないといった表情で固まっていた。彼女は今日僕を守るために戦おうとしてくれました。ヤクザを呼ぶと脅されておじけづいておとなしく従うことしか考えなかった僕と違って、一貫してきちんと話をすると言ってくれました。そんな彼女はかっこいいと思うし最高の女性だと思います。リオタさん、無理しないで。父さんや私に気を使う必要なんてない。だって絶対引いてるでしょ。私はヤクザの娘で元レディースの番長よ。レディースだよ、わかるでしょ。わかるよ。正直生で見たら怖いと思うけど、でも特攻服を着てようが
ワンピースを着てようが、ナナはナナだろ。え？俺はナナをまっすぐに見つめてそう言った。ナナは自分が嘘つきだと思ってるみたいだけど、俺は全部が全部嘘だったとは思わない。会社のみんなに親切に接してくれていたのも、どんなに大変でも嫌な顔せずに仕事に取り組んでくれたのも、紛れもなくナナの本当の姿だと思ってる。ちょっと高橋さん、何言ってんの？この子は周りの人騙してたのよ。それは変わらないでしょ。君は人間が一つの面しか持っていないと思ってるのか？いろんな一面を持っているのが人間だろう。一般の人たちに適応するために作った一面も、育ってきた環境によって作られた一面も、全部ひっくるめて俺の妻なんだ。奇弁だわ、そんなの。なんて言われようと結構だ。結婚詐欺で訴えるとか捨てるとか失礼なんだよ。さっきから勝手なことばかり言うな。これ以上俺の妻を侮辱するなら許さない。俺は財布を取り出し、加藤さんに突きつける。現金もカードも入ってる。彼氏に持ってってやればいい。そんなに言うなら払ってやる。その代わりちゃんと注文した分だけ伝票に打って計算し直すんだ。こっちは誠意を持って支払うんだから、そっちにも誠意を持った対応をしてもらう。そう彼氏に伝えな。あなたね、ふん、バカみたい。お似合いの夫婦ね。週明けから後ろ指刺されてもいいの？仮にあなたは良くても奥さんは？女の人間関係ってめんどくさいわよ。耐えられなくなってやめちゃうかも。うん、その時はその時ね。もういいわ、バレちゃっても。リョータさんがここまで言ってくれるなら何も怖くないや。ナナは月物が落ちたように晴れやかな顔つきになっていた。今まで相当いろんなことを我慢していたのだろう。代金の話をしてるとこ悪いが、お嬢さん、彼氏さん、もうこの店畳むらしいぞ。たった今若頭から連絡が来たわ。正義さんは少しだけ口角を上げながら冷静な口調でそう言った。大将、一応それで許してもらえたのだろうか。だってさ、どうする？お金払うの？いらないの？ち、いらねえよ、ヤクザの身内の金なんて。加藤さんは捨て台詞を残し、ドスドスと足音を立てながら店を後にした。これはだいぶ怒らせてしまったな。まあどうでもいいことだが、ナナさんのお父さん、いろいろとご迷惑をおかけしてすみませんでした。父さん、ごめんなさい。来てくれてありがとうございました。リョータ君、俺のことはもうお父さんと呼んでくれて構わんよ。君ならナナを幸せにしてくれるだろう。娘をよろしく。今度正式に婚儀を取り行おう。一門引き連れて盛大にな。はい、よろしくお願いします。正義さんを見送って外に出る。手元の時計はすでに23時を指していた。はぁ、やっと終わった。リョータさん、どこかで飲み直さない？え、そりゃいいけど、疲れてないの？全然、むしろ何か食べないと動けない。今日は買い物してないから、家に帰っても何も作れないでしょ。まだ食べるの？さっき結構いっぱい食べてたし飲んでただろ。あんなの食べたうちに入らない。甘いカクテルも梅酒なんて好きじゃないし、私も生ビール飲みたいの。そうだったんだ。今まではいわゆる女の子が好きそうなものを一生懸命好きになろうと頑張っていたのがよくわかる。リミッターが外れるとはこういう感じなのか。もしかしてやっぱり引いた？あ、その顔、いつもの君の顔だ。やっぱりナナはナナだ。ラーメンでも食べに行く？うん。あの日から1ヶ月が過ぎた。結論から言うと、ナナは今でも変わらず
この会社で働いている。あの後、加藤さんは今回の騒動と自分が握ったナナの弱みを得意になって周りに暴露したようだ。はじめのうちは女子社員からひそひそされることもあったらしく、俺も気にしていたのだが。こんなの昔からしょっちゅうだったし、全然大丈夫だから。それに、りょうたさんがいれば、周りからどう思われても平気だし。あの日以来、一皮も二皮も向けた彼女には、女性社員の噂話など、まるで気にならないらしい。もう、おっとり癒し系女子はやめると言って、活発で、男勝りな性格を存分に表に出すようになったのだ。すると、不思議なもので、そんな彼女は周りから、以前とはまた別の形で慕われるようになった。女性で、それも、経理部でありながら、たちの悪いクレーマーや、癖の強い顧客の対応を任されたり、私生活で悩みを抱える、若手社員の良き相談相手になったり、なんだか、意外な展開になったが、ナナは前よりも楽しいと生き生きしている。ナナがもっと周りから軽蔑されることを期待していた加藤さんは、大層悔しがっていた。ナナも、周りが味方についていれば怖くないと、加藤さんに軽んじられることもなく快適に過ごしている。加藤さんの方も、下手なことをして正義さんたちに目をつけられても嫌なのか、めっきりおとなしくなったものだ。りょうたさん、ご飯行こう。ああ、何にしようか。牛丼。パスタや、おしゃれな定食じゃなくていいの？からかわないでよ。そんなの食べた気しないの。早く行こう。おとなしく、可憐なイメージは、確かに今のナナにはほぼない。でも、なんだか今の彼女の方が、より一層、愛おしいと感じるのだ。ご覧いただきありがとうございました。あなたからのコメントお待ちしています。チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。